こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。今日は各地で計測されている光線量について避難した方がええのんということでお送りしたいと思います。ご存知の通り BBC や、オーストラリアのメディア、各メディアが、世界中のメディアが福島第一原発の3号機から出ている光線量の湯気や汚染水の漏れについて報道しています。実際どのぐらい危険なんだろうということなんですけれども、用心した方がいいと思っています。で、同時にの日本の中できちんとした情報が全然耳に入ってこない、この状況をなんとか変えたいなと思います。例えば選挙前に、検出されていたのに選挙後まで黙っていた北茨城市での7マイクロシーベルトの光線量は何だったんだっていうことなんかも、きちんと検証されないまま、進んでいます。の鮫川村という北茨城市の隣の地域に住んでいる友人に確認をしましたら、北茨城市の県は工業団地の中の企業で非検査機械や放射線の透過検査をやるところがあって、そこから漏れたものだということなんですけれども、そもそも、人が住んでいる地域の近くでそんなに危ないものを扱う企業が普通に存在していて、で、放射線が漏れてもすぐに周辺住民に言わないという事態で大問題だと思います。また、北茨城市の隣は、福島県の鮫川村というところなんですけれども、そこは今年の8月から、今まで、埋め立てすら許されていなかった8000ベクレル以上の汚染牧草を含む、除染された枝や汚染牧草などを焼却実験する施設が建設されていて、8月から本格稼働の予定です。ほとんど住民にも知らされず、安全性の確認もきちんと検証されたとは言えないような状況で、このように人類未体験ゾーンと言っていいような、高レベル放射性物質を焼却する事態に日本はなっています。鮫川村だけではなく、隣の花輪町では焼却されるのが、汚染牧草ではなくて除染された樹木を使ったバイオマス発電が、行われていまして、行われようとしていまして、もしそれが稼働すると1日に340トンを365日休みなく燃やすという計画です。こういうことをほとんど一般のメディアが報じられず、人々が知らないまま進んでいるということに、驚きます。私も先日鮫川村を取材した映像 YouTube にありますので、よければ見ていただきたいと思います。8月末に稼働ということで、まだ時間があります。全国から声を上げて、本当に安全なのか大丈夫なのか、きちんと、検証してからの方がいいんじゃないかと言って、その試験を止めるように持っていってほしいと思います。私は関西でのがれき拡散の時に反対の運動を行っていましたけれども、大阪市で燃やされてしまいましたが、全国的に気を許すとすぐ放射性廃棄物をばらまかれるような状況があります。この日本政府子ども被災者支援法という、原発被災者にを救済するような法案には1円の予算もつけないのに、除染やがれき拡散、そして除染から出た廃棄物をさらに焼却して燃やすというバイオマス発電などの事業に多額のお金を使っています。選挙の後、日本政府は除染にさらに4倍の予算をつけたそうです。こういうことを黙って見ているわけにはいきません。私だって海外避難したいなって思ってる節もあるけれども、なんかただ逃げるだけじゃなくて、私たちが愛するこの日本という国をただ廃棄物にされて黙ってるわけにはやっぱりいかないと思うんです。なので全国的にそういう汚染をウォッチする輪が必要なんじゃないかと思います。
サメ川村の方でも日々ガイガーで測っていただいて、今のところその3号機以来と思われるような線量の、スペシャルな変化はないということでした。そういうふうに全国でガイガーを持っている方たちが測ったり、土壌汚染を調べたりということをネットワーク化して、何かあったらすぐ政府よりも早くスピーディーに市民に教えてくれるような輪を作れたらいいなと思います。そして無駄な被爆をしないで、きちんと避難できる人が避難できる、そういう輪を作っていきたいなと思います。8月の2、3、4、5あたりに、姫路の山寺を使って私も保養を企画しています。関東から、遊びに来るお友達ファミリーをお迎えしますが、あと1ファミリー、2ファミリーぐらいは滞在が可能ですので、もし、避難したいな、ちょっとだけ保養したいなという方はご連絡をください。連絡先は info@lenaart.com です。で、さらに、その山小屋のオーナーさんはもう少し長く使ってもいいよと言ってくださっていたので、私が一緒に入れるのはその3日間なんですけれども、その後もファミリーで滞在したいなというような方がいたら、夏休みの保養に使っていただけたらいいんじゃないかと思います。料金はおそらく無料になるんじゃないかと思います。また、このような活動を私は、自腹でやっております。各地に取材に行った映像を今年夏まとめて、ママの約束という原発をなくし、核の処分の方法を考え、再生可能エネルギーや助け合いの時代を作っていくドキュメンタリー映画の編集をやっています。カンパも募集しています。また、被爆者という、映画の日本版の制作をやったんですけれども、こちら山本太郎さんが当選したぜイエーイということで、ちょっと値下げをして格安で、今まで5000円という強気な値段でやってたんですけど、DVD 3000円送料込みということで、全国から注文がもしあったら集めたいなと思います。で、上映会なども、企画してくださる方がいましたら、人数かける500円ということで、上映会8月6日9日に向けて小規模でもしていただけたらいいかと思います。この映画、なかなか見応えがあって、例えば広島の原子力平和博物館は、実はその背後に CIA がいて、被爆者を含む多くの市民を洗脳したとか、これは広島市立大学広島平和研究所の教授の田中俊之さんの言葉なんですけれども、いや、広島、チェルノブイリや劣化ウラン弾で起こった原爆ブラブラ病がこれから我が国でも出てくるだろうというのが、飛田俊太郎先生だったり、いろんな方、小出さんや被爆者の方、服部良一前衆議院議員、山本太郎さん、アイリーン・ミヨコ・スミスさん、三尾通寺の住職の中島哲彦さん、ずっとオバマで脱原発活動しているお寺のご住職ですとか、いろんな方のインタビューが載っています。よかったらこちら買ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、失礼します。